コンコルド、コンコルドは、イギリスとフランスが共同開発した超音速旅客機。2003年に全機が退役した。イギリスの BAC とフランスのュドアビアシオンなどが共同で開発した超音速旅客機。初飛行は1969年3月1日。原型機4機を含め20機が製造された。高度5万5000から6万フィートという、 通常の旅客機の飛行高度の2倍もの高度をマッハ2.0で飛行した定期国際運航路線に就航した唯一の超音速民間旅客機でもあった2018年現在ボーイング787がニューヨークロンドン間を Z 気流に乗り5時間13分で飛ぶ記録を有するがコンコルドは3時間半で大西洋を横断した開発当時は 世界各国のフラッグキャリアから発注があったものの、ソニックブームなどの環境問題や、オイルショック、開発の地帯や、それに伴う価格の高騰、また大量輸送と、低コスト化の流れを受けてその多くがキャンセルとなった。最終的には、エールフランスと、英国海外航空を継いだ、ブリティッシュエアウェイズの2社のみによる運航に止まる。2000年7月25日に発生した。 墜落事故、2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロによって低迷していた航空需要下での収益性改善が望めなくなったことで2003年5月にエールフランス、同年10月24日にブリティッシュエアウェイズが営業飛行を終了2003年11月26日のヒースロー空港着陸をもって全機が退役した。 超音速飛行を追求した美しいデザインや、ほぼ唯一の超音速旅客機だったこともあり、現在でも根強い人気を持つ。1950年代後半のデハビランドコメットや、ボーイング707などの大型ジェット旅客機の就航に次いで、各国が超音速旅客機開発競争にしのぎを削る中、イギリスは、ブリストル223、フランスは、 シュドシュペルカラベルなどの超音速旅客機の研究を独自に行っていた。しかし、開発予算の削減や営業上の競合を避けることから、1962年に英仏両国はそれまで独自に行っていた開発を共同で行う方針に転換した。イギリスからは BAC、フランスからはシュドアビアシオンが開発に参加した。 開発の主導権や名称などについて2国間での対立はあったものの、その後開発が進み、エールフランスや英国海外航空、パンアメリカン航空や日本航空、カンタス航空やエアカナダなど世界各国のフラッグキャリアから100機を超える注文が舞い込み、1967年11月12日には、フランスのツールーズで原型機が公開された。 1969年3月2日に限定機が初飛行に成功。同年10月1日には音速の壁を突破した。同時にアメリカ合衆国でも超音速旅客機の開発が行われ、ボーイングやロッキード、マクドネルダグラスなどによる提案が行われた結果、より高速、大型で可変翼を備えたボーイング2707の開発が進んでおり、同じく パンアメリカン航空や日本航空などからの注文、受けていたが、その後開発がキャンセルされた。また、ソビエト連邦でも、同国発の超音速旅客機であるツーポレフツ -144 の開発が行われ、1968年12月31日に、初飛行し、1971年7月1日には、量産型が初飛行したが、アエロフロート航空以外に発注する。 航空会社はなかった。1972年に入ると、プロトタイプ機が発注を受けた、日本やアメリカ合衆国、メキシコをはじめとする、世界各国の主要空港をテストを兼ねて飛行したが、その後、ソニックブームやオイルショックによ燃料飛行等などを受けて、多くの航空会社が発注をキャンセルした。なお、テスト飛行を重ねた結果、 テールコーンや超音速飛行時のコックピット部分のキャノピーなどの形状変更などの改良がなされている。1976年1月21日から定期的な運行を開始し、この日にエール・フランスはパリダガールリオデジャネー路線に、ブリティッシュエアウェイズはロンドンバーレーン線に就航させ、間もなく他の路線にも就航させた。 AL フランスとブリティッシュエアウェイズのわずか2社により、十数機が限られた路線に使用されていたのみだが、高い人気を博したため、2社ともに、両社のイメージリーダー兼フラグシッキとして、隠し広告に使用した。両社ともに1クラスのみの設定とされたが、在来機種のファーストクラスの上のクラスと位置づけられた。就航先のパリやロンドン、ニューヨークの空港内に、 専用のラウンジとゲートを備えたほか、これらの空港では、関係当局の協力を受けて、発着時に最優先権を与えられた。また、コンコルド専用の資格を持った、客室乗務員による、コンコルド専用の機内食メニューや飲み物の提供。コンコルドの乗客専用の各種ギブアウェイや、機内販売品の提供など、他の機種にはない特別なサービスが提供された。 さらに高い人気を受けて、1990年代後半には、21世紀に入っても継続使用できるように最新のアビオニクスの導入や個人テレビの装着を始めとる様々な近代化改修を行うことも検討された。一時は、上記の通り世界中から受注したもののキャンセルが相次ぎ、製造は、最終的には、英物の航空会社向けの量産16機。 これ以外に原型機が4機のみが行われたに過ぎず、商業的には失敗に終わった。開発当時は250機で再三ラインに乗るとも言われたが、再三ラインに乗ることはなく1976年11月2日に製造中止が決定された。キャンセルされた、または不人気だった理由には以下のようなものがある。これらの理由により、最終的に、 エールフランスとブリティッシュエアウェイズの二社のみによる運行にとどまった上、1980年代後半以降は競争が激しいロンドン発バーレーン経由のシンガポール線やアオンソク機による無着陸飛行が可能なパリ発のダカール経由のリオデジャネイロ線が運休し、需要と収益性が高い大西洋横断路線への定期運行に集約された。これらの定期便は 飛行時間短縮を望む裕福な顧客を中心に利用されたほか、余剰機材も団体客向けのチャーター便や英仏両国の政府専用機としてチャーターされた。2000年7月25日、エールフランス機、モデルナンバー101、登録番号 FBTSC がパリのシャルルド・ゴール国際空港を離陸時に滑走路上に落ちていたコンチネンタル航空の マクドネルダグラス d c 1 0が滝から脱落した部品により主脚のタイヤが破裂しタイヤ片が主翼仮面に当たり燃料タンクを破損直後に漏れ出た燃料に以下、そのまま炎上し墜落した空港に隣接したホテルの敷地内に墜落したことから地上で巻き込まれた犠牲者を含め113人が死亡するという大惨事になった小さなトラブルは頻繁にあったが 1969年の初飛行以来大規模な事故は初めてだった。エールフランスは即日、ブリティッシュエアウェイズもイギリスの航空当局がコンコルドの対空証明を取り消すことが確実視されたことにより8月15日に運航停止を決定した。事故調査に続いて燃料タンクのケブラー繊維の補強、タイパンク製を強化したミシュラン製のタイヤ、 燃焼装置の隔離処理等の改修を受けた後、2001年11月7日に運行が再開された。しかし、超音速飛行を行うために燃費が悪く、メンテナンスコストもアオン速機に比べて高く、初就航から25年経ったこともあり、航空機監視が必要なコックピットなど、旧式のシステムであるコンコルドの運行はコストがかかり、直前の9月11日に、 就航先のニューヨークで発生した同時多発テロで低迷していた航空需要下では収益性の改善は望み薄となった。このため運航の継続が議論された。2003年4月10日、ブリティッシュエアウェイズとエールフランスは同年10月をもってコンコルドの商用運航を停止することを発表した。エールフランス機は5月。 ブリティッシュエアウェイズ機も2003年10月24日に最後の営業飛行を終え、後継機もなく超音速旅客機は姿を消した。一時はバージンアトランティック航空が普段からけなしているライバルでもあるブリティッシュエアウェイズのコンコルドを1機1ポンドで買い取ると表明した。バージンアトランティック航空はコンコルドを買い取ることに熱心だった模様で機内販売グッズとして バージンアトランティック航空カラーリングのコンコルド模型を限定販売していた。しかし、これまでに莫大なコストをかけてコンコルドの運航とメインテマンスを行っていたブリティッシュエアウェイズはこの申し出を拒絶した。英仏両国で収益していたコンコルド各機はイギリスやフランス、アメリカをはじめとする世界各地の航空関連博物館に売却、寄贈され、 王子の姿を示している。コンコルドという名称は、フランス語のコンコルドと英語のコンコード、両単語とも協調や調和を意味し、ローマ神話のコンコルディアに由来している。しかしフランス側の強い希望により、フランス語式の最後に E の付くコンコルド表記が、フランス語のみならず英語にもおける、両言語共通の正式スペリングとなった。ただし、 英語圏での発音は、フランス語式のコンコルド、よりはむしろ、英語のコンコード、コンコードの読みに近い。なお、フランス語のコンコルドは、調和の意味では、女性名詞だが、この航空機の意味では、男性名詞である。フライバイワイヤーを実用化した、世界初の航空機である。主翼公園の左右合計6枚のエレボンと、上下分割式の2枚の方向だの、 合計8枚の操縦翼面のコントロールはコックピットからの電気信号にリ制御されている。トリム制御用の燃料移送システムを備えた超音速への加速時や超音速からの減速時には揚力中心の位置が変動する。この時操縦翼面によってトリム制御を行うと空気抵抗を増加させてしまうたコンコルドでは必要に応じて燃料を全部または 後部のタンクに移送することで、揚力中心に応じた、機体重心の位置を制御した。このシステムにより、空気抵抗を増加させることなくトリム調節を脳に、した。コンコルドは超音速飛行での空気抵抗を、小さくするために細長い機種を備えているが、これは、離着陸時のパイロットの全下方視界を遮ってしまう。特に着陸時には、フラップがないことをカバーするため機種を大きく、 上に向けながら侵入する。そのため着陸時には12.5度、離陸時には5度、機種が下方に折れ曲がるドループノーズを採用した。これに加えバイザーが折れた。機種内に格納され、パイロットの視界を確保する。試作機では17度下方に折れ曲がるようにされたが、これはパイロットを不安にさせた。キャノピーから前に何も見えないので、テストパイロットは、 断崖絶壁に立たされているような感覚を持ったという。そのため、12.5度に修正された。また緊急時用に減速用のパラシュート、ドラッグシュートも備えられた。なお、大きな向かい角は通常で考えると乗客にとっての乗り心地が悪いように誤解されるが、実際に登場すると加速度があるため向かい角はあまり感じない。アフターバーナー付き。 ロールスロイスオリンパス 593MK610 ターボジェットエンジンと可変空気取り入れ口制御システムを採用した。アフターバーナーは離陸時と超音速への加速時に使用したが超音速巡航時には使用しなかった。なお、アフターバーナーという名称はゼネラルエレクトリックの登録商標であり、コンコルド用のオリンパス593エンジンを製造したロールスロイスは リヒートと呼んでいた。吸気系統は注意深く設計され、超音速巡航時には、水力の63%がインテーク系統で、29%が排気ノズルで、8%がエンジンに分布していた。なお音速飛行時は、機種先端の温度が摂氏120度ほどになる上、マッハ2を超えた倍動体は摂氏91度になる。さらに熱による気体の膨張により、 20センチメートルほど、全長が伸びる。また、客席は、エコノミークラス程度のピッチのものが横4列に並び、合計100席が設けられていた。なお機体と窓の熱膨張率が異なるため、前述の高温から窓を大きくできず、その実行面積は、はがき程度の大きさである。マッハ2を超えた場合、機内側の窓も、継続的に触るのが困難なほど加熱された。 参考、日本で唯一国際線を運航していたフラッグキャリアの日本航空も国際線向けに3機の導入を計画し、1965年に仮発注を行った。就航時を想定した2種類の塗装案も作成されて、マスメディアに公開さ、各種記念品も制作されるなど、大々的な広報、広告活動が行われた。この際に日本航空が 展示用として、銀座の模型店、天章堂に発注した1、35スケールの大型模型が存在する。白地の胴体に赤と青のライン、尾翼には、鶴丸マークという当時の日本航空旅客機の標準塗りに仕上げられた、この模型は1968年に完成して、日本航空に納入された。なお同社は、そのごたの大手航空会社と同様に、 コンコルドの導入をキャンセルした。大型模型は、同社より、神田の旧交通博物館に寄贈されて、長らく展示された、右の写真3章。交通博物館閉館後は、鉄道博物館に移管され、現在は2階のコレクションルームに保存されている。1972年6月12日には、羽田空港にもデモンストレーションのため飛来し、午前10時15分に、 羽田空港へ到着した時には、航空機マニア約5000名が見物に訪れた。日本航空が多くの航空会社と同様に発注をキャンセルした、上に大陸間横断のような長距離飛行が不可能だったこともあり、エールフランスとブリティッシュエアウェイズの両者ともに、日本へ定期路線に就航させることはなかったが、その後も数回にわたり、エールフランスのコンコルドが、 日本国内へ飛来した。九百七十九年六月二十七日には日本で初めての開催となる東京サミットに出席するフランスのバレリー・ジスカールデストン大統領の搭乗機として羽田空港に飛来した。また九百九十年には九0長崎旅博覧会のイベントチャーター便として長崎空港に飛来したほか九百九十四年には 開港翌日の関西国際空港に飛来した。日本航空はコンコルドの導入はキャンセルしたが2017年に超音速旅客機の開発を行うと資本提携し20機の優先発注権を確保する予定があると発表した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。